はなんか弾ける夏っていう感じのカレンダーだったと思うんですけど、今回はなんか避暑地に行ってるような、避暑地に一緒にデートに行ってるような感覚になれるカレンダーになってます。なるほど。うん、ザ避暑地って感じ。ザ避暑地、あの軽井沢を思い出せるようなカットとなってますね。はい、であの背中もね見えててちょうどいいかなと思いまして、これが一番お気に入りですね。今回は寝室にしてほしいですね。ちょっと大人っぽいのでしっとりとした雰囲気を楽しんでいただければなと思います。ほぼほぼすっぴんぐらいで撮ったやつですね。でこれは階段に座ってるやつです。これは何だろう、家で中庭が見えるような感じ。そうですね、これも大人っぽい。あと髪が伸びたなっていうのが1年前、まあ、去年の11月に骨折しまして、で今年の11月末にプレートとボルトを除去する手術をしたので、まあ、心機一転というか、まあ、イベントの時がそうですね、去年でイベントちょっと迷惑をかけてしまったので、今年は心機一転、なんか新たに生まれ変わった気持ちで臨めた1年だったかなと思います。の説明が欲しいですか。いや、もう1年の流れで分かる。なかなかカジュアルな感じで撮りました。うん、これポスター。ああ、そうなんですね。あ、横なんですね。はい、オリンピックイヤーなので、何かしらオリンピックの仕事で関われるように、そして現地で会場に行ってそうやってスポーツ観戦というかオリンピック観戦をできるように、今年じゃないか、もう来年ですね、1月からちょっと気を引き締めてさらに頑張りたいと思います。今年の1文字は歩くです。あの、ほ、まあ、一歩一歩進んでいこうっていう気持ちもありましたし、まあ、何かあの歩けるようになったので、それが一番大きいかなと思います。クリスマスは今年は、まあ、彼氏とデートですと言いたいですが、はい、そう、ちょっとドキッとさせようと思って、はい、やっぱりこういう質問って誰も言わないじゃないですか。なのでそう言えるようにしたいですね。はい、頑張ります。わからないですね。私のやっぱり周りには素敵な男性がたくさんいるので、はい、まあ誰かが